バルジーニャ事件、バルジーニャ事件、バルジーニャ事件、インシーデンテでバルジニアとは、頂上現象としての UFO 愛好家の間で、語られる1996年1月20日、ブラジルのミナスジェライス州、バルジーニャ、バルジーニャ市内で起きたとされる、宇宙人目撃証言を、テレビ局が報道した、情報伝達上の事件である。話題の都市の正しい名称はバルジーニャである。 バルジーニャは、ミナスジェライス州南部の中心的な都市で、ブラジル農業公社によると、コーヒーの大生産地帯である。この事件以前に、UFO の目撃報告はなく、バルジーニャは UFO 愛好者の間で取り立てて話題になる街ではなかった。他方、近隣都市であるサントメーでは、そのような話がよく聞かれた。バルジーニャ事件は、平均視聴率60%以上を誇る。 ブラジル最大の巨大テレビ局レデグロボ、ヘジグローボがニュース、芸能界の出来事及び得意な話題を報道し、視聴率の高い日曜特別バラエティ番組、フォントスティーコ、ファンタスチコで報道したことにより、ブラジル全土に知られた。その情報は極度に誇張され日本を含む海外各国に再伝達され、一時は世界的に有名な都市伝説にまでなった。 事件は1996年1月20日の午前8時頃に起きたとされた。同市に住む3人の少女が、ジャル人、アンデーリクの空き地の林で異様な生物を目撃したと話した。その生物は体長1メートルほど、頭に3つのコブがあり、目は真っ赤で猫背で2本足で直立歩行していたという。伝言された姿たちは、アメリカの宇宙人来訪雑誌に、 しばしば登場する、グレという宇宙人タイプに相当する。インタビューによると、動きは弱々しく怪我をしていたものと見られる。網で捕獲し、その後ブラジル軍、実は警察などが次々と派遣されたという嘘が流れた。しかし、軍警察はその情報を否定した。現場を公園と訳す日本語情報源があるが、この場合のポルトガル語のジョジムは公園ではなく、 バルジーニャ市内にある区の名称、住宅地帯である。その生物は、箱のようなものに入れられ、軍警察病院へ運ばれたが、間もなく死んでしまったという噂が広がった。朝で、ラッシュアワーの時間帯なので多くの人が目撃したと、ブラジル国外の EB では伝えられているが、そのような目撃例はない。当日、口コミによる噂が急激に広がったために、 多くの報道者が取材のために、軍警察、ポリシアーミリーターに押し寄せた、ブラジルの軍察とは、陸軍ではなく、征服警察官であり、陸軍とするのは誤役である。繰り返される取材に対し警備兵、警察官が不快感を示し、最後には報道陣を門前払いにした。その様子が、テレビで放映され、噂をさらに広げる結果になった。しかし、軍警察、 消防署、市役所などの当局は一様に否定している。ウェブ上ではこの ET に関する多数の絵を見ることができるが、物証や街の騒動を記録した写真や動画は見当たらない。事件後、UFO が墜落したのを見た宇宙人が放射性物質をばらまいたとか、生き残った宇宙人がいてアメリカに送られたに違いないとする情報がブラジル国内のウェブに流れた。 現実には三人の少女の言葉のみで物的証拠がないため、この事件は数日で収まった。現在ウェブ上で見られる動画も全てインタビューであり、物的証拠はない。しかし、ブラジル国外においては、情報が極度に誇張され、一時は世界的に有名な UFO 及び宇宙人の来訪事件の都市伝説に祭り上げられてしまった。UFO や宇宙人の専門家と自称する、 人々のコメントは、ウェブ上で多数見られる。現時点では、バルジーニャ事件は、ブラジル国外において有名であるが、国内、とりわけバルジーニャ市では、過去の話となっている。現地の市民はこの事件を酔った少女の冗談であると、語った。バルジーニャ市役所もも笑い話の類と考えている。サンパウロ大学で、この事件の信憑性について、学術的な研究が行われ、 社会学の修士論文の一部になったが、物的証拠がないため信頼性がないという結論にまとめられた。他方、冗談であってもテレビ報道されたために観光客が増え、UFO 来訪の噂はコーヒーと並んで街の看板となってバルジーニャの街の名をブラジル中全土に知らしめ、宇宙人観光は街の産業になった。グレー型の宇宙人人形は、 土産物のハイライトとなり、目抜き通りでは人気サッカークラブ、複数のユニフォームを着た宇宙人人形が販売されている。この人形には衣装登録がなされた。宇宙人は市民のマスコットとなり、観光宣伝のパンフレットや伝染病予防接種運動のポスターにも登場した。さらには空飛ぶ円盤を真似たキノコ型の巨大なモニュメント、給水塔や、 国際式の回転式電光照明付きの UFO を模した市内バスの停留所が街の中央広場に建設され観光スポットとなった。事件をテーマとしたテレビゲームも制作されたが販売数は伸びなかった。この事件はバルジーニャの街に二次的経済効果をもたらした。2013年8月にバルジーニャを訪問したフセフフィ大統領は ET の社会貢献に敬意を表した。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。